吐きメめ菊は、菊科小米菊属の一年生植物。道端や庭などに生える雑草。牧野富太郎が、世田谷の吐きダめで発見したのでこの名前がついた。一年草。北アメリカ原産。大正時代に、東京で見つかり、現在では、関東地方異性の各地に広がっている。茎は二分岐を繰り返し、高さ15から60センチメートルになる。 草全体が柔らかい草質をしていて、枝葉ともに白い毛が生える。葉は耐性し、卵形卵状ひはり形で、葉状の浅い巨子がある。大型の葉は柄を有し、暗緑色で厚みは薄く、産業脈状に見え、葉の表面と、メ面,面ともに毛が多い。頭花は直径約5ミリメートルで、周りに先端が三中列する白色の絶妙花が、 普通5個並び、内側に黄色の筒状花が多数つく。双方は半球形。双方辺と花柄には繊毛がある。夏季は6から11月の夏から秋にかけて、上部に小さな花を咲かせた後、急に溶液から飛散状に盛んに分子を繰り返し、上部の各枝先に小さな頭花を1個ずつつける。痩せかは黒くこなして、 白い臨片状の感毛があり、風に乗って種子が散布される。小米菊によく似ていて、しばしば混同されているが、絶帖花に感毛があること、筒状花の感毛の先が細くなり、両側の毛が長くならない点で区別できる。昔は家の近くにゴミを吐き捨てる吐き溜めというところがあった。最初に吐き溜めで見つけられたからという。 家の周りなどいろいろなところに生えるが、命名者の牧野富太郎が見つけた場所がこの花には、不運だった。1932年に北村志郎が神戸市で採集したものを小米菊として報告したが、それ以前に牧野は吐きだめ菊と呼んでいたという。ただし、小米菊も昭和の初期に熱帯アメリカからライしており、全体に毛が少なく細長い。 石棺は、やや長く、歯も小さい。絶妙花に感毛がない。などの違いがあり、本州、四国に点在し、局所的に帰化しているようだ。熱帯アメリカ原産、南アメリカやヨーロッパ、アフリカ、アジアに移入分布する。日本では、明治時代の初期に到来したと言われ、1920から1930年代に報告され始めた。 現在では全国に地化植物として定着しており、都会地の道端や空き地などに広がりつつある。ありがとうございます。